はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、ミキサーが来たらミキサー会やろうと思ってたんですけど、まだ来ませんでしたので、限界突破コーチ付きの10連スカウトダガチャが来ましたので、こちらの方をまずね引いていきたいと思います。それから最近触れてませんでしたけども、西武の新選手の紹介、次に西武純正としてですね、まあ純正としてミキサーの注意点などを軽く紹介していきたいと思います。今現在チャンネル登録者数1000人に向け、まず500人を目標に取り組んでおります。興味を持ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではダガチャを引く前にですね、西武の選手で滝沢夏生選手という方が育成選手から支配下登録されたということで、全くこの選手を知りませんでしたので、まあいろいろな動画を見てみたんですけども、すごいね守備が上手かったですね。18歳と思えないほど、もう源田さんみたいな華麗な守備をしました。取ってから速いし、球際もねすごく速くて、足も速かったですし、ビエイラからねヒット打ったりしましたから、また一人ですね目が離せない選手が出てきましたけれども、皆さんも滝沢夏生選手に目を向けて活躍を見てみてくれればなと思います。それではダガチャ引いていきましょう。 S ランクがね一人でも出れば嬉しいですけども、白あ、幻突コーチがねもらえるのはめちゃめちゃ嬉しいですね。久々に来たかなこのガチャ。あ、いやなさそう。おお笑った。粘れよ、10人目まで粘れよ、10人目までいいよいいよ。あれこれ来るんじゃない、あと3人。あ、来たー。うわ、ソットさん3人目。え、おお、びっくりした。おお、増高さん、わあ、穂高さんありがとうございます。いいね、でも S 当たってくれたのは嬉しい。なんか S 当たって気分がいいので、ゴールド契約書4枚と S ランク 10% 契約書1枚引いてきます。来い 10% 来い。お、え、来たんだけど、またなんだ、ノリ大事かもね。うわー、高橋さんだ。オールサーファイ強かったですね。ミキサー4位はね増えてきますよ、だん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 。あとミキサーがね来るだけ。では昨日の更新でレフトが追加されましてですね、西武からは栗山さんが登場しました。そのためにこのガチャはね絶対引かないでくださいね。 S 確定がないガチャですので、非課金の方、無課金の方は特に。昔黒でねちょっと散々な目に遭いましたので、もう絶対引かないと決めましたので、皆さんもね絶対引かないようにしましょう。はい、ではこちら昨日登場しました栗山さん、渋いですね、イブしてますよね、かっこいい。やっぱりミートから66、67、68、星さんのスナイパーで前頭打ちが狙えるという形となっております。自分はミート型の選手はねそこまでいりませんので、最低パワー走力どっちにしようと考えております。守備はですねレフトずっとね C を保ってくれますので、安心して守らせることできますね。で、特殊能力の方で固め打ちからねチャンスになりました。ルースターもですけど、固め打ちじゃなくてチャンスに、ね、なってくれたのはねすごい大きいですね。2回以降の代打で栗山さん出すといい感じになるんではないでしょうか。超選球眼とですねいぶし銀でかなりミートを上げることできますし、いぶし銀に対してはねミート大ですので、そこでチャンスが全出ししてくれたら2回以降の西武純正にとってはかなりの代打の切り札になるんじゃないでしょうか。栗山さんの前の回で登場しました河野さんなんですけども、自分はエキサイティングでですね取る予定ですので、前回のシリーズと比べましてストレートが E から D になったこと、それから縦スライダーがですね C から B になりました。縦スラの B は意外とね強いですので、どうでしょう、これリアタイでスプリットと縦スラを使い分けたら意外と面白いのかな。リアタイで俺河野さん使ったことないですのでよくわからないですけども、使ってる方はどうでしょうか。で、キレタイピンチ、尻上がり、エキサイティングでですね白熱が第3につきますが、タイピンチは残りますので、そこはプラスに捉えたいと思います。まあ、超キレタイピンチですのでね、特能はやはり強いです。 A は今回が平さん、前回がウーさんという形になりました。はい、ではミキサーのね注意点軽く説明したいと思います。まあ、現在まあ S でねミキサー待ってる方がね21人か。こちらの高橋さんはあのファイナルミキサーでね最後当たったんですけども、ね、また来年ファイナルミキサーが来た時にレベルマックスにして投入しようかなと考えておりますので、実質今21人かな、4回できるという形にはなります。絶
対 150% いや 200% 5人投入して自チームのメサランクが当たるミキサーを選びましょう、まあ、これはね純正にとって最低限なことだとは思います。あとはね圧縮ですね。ミキサーに最新シリーズの選手をかけた場合はその選手はミキサーで登場はしませんので、例えば自分5人選手が今当たってますけども、ミキサーで例えば竹熊さんが当たってしまったとなってもですね、その竹熊さんをミキサーにかければその分当たることはありませんので圧縮できる形となります。ですのでね、今11人いますけども10分の5で新選手が当たるという形になります。自分はなんですけども、最強決定戦ギリギリになってしまえば今言うことはしないんですけども、被った選手はですね最低5人揃ってから圧縮するようにしています。例えば今持ってる5人の選手がね被って当たってしまったと、その5人の選手を一気にかけることができれば5人分ね一気に圧縮できますので、6分の6、もう必ず新選手が当たるという形になります。ただもし竹熊さんがね2枚被ってしまったとなったら、竹熊さん一気に2枚をかけてしまっても圧縮できる分は竹熊さん1人という形になりますので、そこはね分けて使ってもいいと思います。全シリーズ以降のですね選手をミキサーにかけたとしても、その名前の選手は圧縮されるということはありませんので、そこはお気をつけください。自分はコナさんエキサイティングで取る予定でいますので、10分の5で 50% でですね新しい選手が来てくれたら嬉しいです。今日の動画はこれで大体以上ですかね、まあ、前回のオーダー紹介で動画を出しましたけれども、パリーグ限定の最強決定戦今906位となっております。今日でですね3桁まで巻き返すことができましたので、この調子でね3桁維持できればなと思います。まあ、近々ですねまたリアタイ動画もねどんどん上げていこうと思いますので、何かですね要望などあればコメントでくれたら嬉しいです。平さんと森脇さんの配球を教えてくださいというコメントがねありましたので、そちらもですね随時やっていこうと思います。とある3人種の動画も近いうち出す予定でいますので、よかったらご視聴よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。